ユイト、この間の約束覚えてる？ああ、また二人で話そうって言ってたな。うん、今話してもいいかな？海抜群のことでちょっと頭を整理したいの。わかった。それじゃあムスビーズでも行ってゆっくり話そうか。私ね、訓練生の頃は合法チルドレンとして海抜群で戦うことって漠然といいことだと思ってたんだ。正義の海抜群が悪者の怪異を倒すんだって。でも現実はそんなに単純じゃなかった。そうだな、いろんな人のいろんな思惑があってさ、まさか海抜群同士で争うことになるなんて思わなかったし、一体何が正しいのか私正直よくわかんないよ。ちゃんと考えなきゃいけないとは思うんだけど。そうだな、俺もたまに不安になる。だけど不安で立ち止まってるよりは行動した方がいいとは思う。さすが前向きだね、ユイトは。前向きっていうより、わからないことだらけのままでいるよりはマシかなってだけだよ。ちょっとでも情報集めないと、知らないうちに取り返しのつかないことが起きてるかもしれないし。ユイトは本当にブレないな。そういうとこ、カサネもちょっと似てるよね。え？似てるって、カサネと俺が？うん。二人とも、たとえ向いてる先が違っても、はっきり自分の考えがあるっていうかさ、強いなって思う。私なんか、同期なのにいつもブレブレで、不安になってばっかりだよ。ユイトが引っ張っていてくれなかったら、とっくに立ち止まってたと思う。俺の方こそ、いつも花火に助けられてたよ。花火がいなかったら、ここまで来れなかった。そう言ってくれるのは嬉しいけど、別に無理して褒めなくてもいいよ。無理なんかしてないって。花火はいつも明るいしさ、まっすぐで一生懸命で、俺も引っ張ってもらってる。子供の頃も俺が落ち込んでる時元気づけてくれたよな。花火がいなかったら今の俺はないよ。お世辞でもそこまで言われるとちょっと照れるな。お世辞じゃなくて心から感謝してるんだよ。俺には花火が必要なんだ。え、ユイト、それって。いや、花火だけじゃないか。一緒に戦う仲間みんなが俺には必要なんだろうな。だね、仲間は必要だよね。ああ、考えなきゃいけないことはたくさんあるけどさ、一人で悩んでると深みにはまったりするだろう。だから花火も必要な時は俺やみんなに話してくれればきっと何か助けになれると思う。そっか、確かにユイトに話したらちょっと楽になったかな。それじゃあ私先にアジトに戻ってるね。あ、わかった。また後でな。うん。話聞いてくれてありがとう、ユイト。花火、まだ何か引っかかってる感じだったけど、ひとまず元気出たみたいでよかった。ユイトっていつも優しいよね。そんなことないと思うけど、特別優しくできるほどできた人間じゃないよ。自覚がないんだね。そういうところだよ、ユイトがかっこいいなって思うのは。その変な意味じゃなくてね、友達としてそのかっこいいなって思ったこと。
最近ね、ユイトのことを前よりもっと分かるようになった気がする。俺も花火のこと分かってるつもりでいたけど、新しい発見ってあるよな。いいのか。いいのか。ユイト、ん？どうかしたか？いつもありがとう。え？おい、こちらこそ。嬉しいよ、つぐみ。疲れたな。少し休むか。よし、それじゃあ周防に出発しよう。アタルが心配、無事だといい。ねえ、カレン連隊長は反乱を起こしたんでしょ？ゲンマみたいにカレン連隊長についた海抜群もいるんだよね。ううん。もしかしたらカレン連隊長もいるのかも。もし出会っちゃったら私たち勝てるのかな？カレン連隊長は強かった。セプテントリオンだし、ブレインイーター。カレン連隊長のブレインフィールドを食らった時、体が痙攣したみたいに震えたよ。ブレインフィールドの展開方法は訓練学校でも教わったけど、負荷が大きすぎて実践しようなんかできないと思ってた。そんな危険なものまで使うってことは、カレン連隊長はそれだけ本気だってことだよな。それでも行かなくちゃ。そうだろ、ゲンマ。ああ、
何が起きているのか、この目で確かめる。なんで街の中に怪が？渡る、何がどうなってるの？渡るからの返事がないな。どうしたんだ？都市機能が麻痺した。ユイト、気をつけろ。スオー全体を制御してる都市コンピューターのアラハバキがシャットダウンした。原因は不明だが、そのせいでスオーの防衛システムが完全に停止しちまってる。おかげで街に怪異が入り込んできやがった。そのせいで混乱が拡大してるみたいだ。渡る、待ってくれ。どういうことだ？渡ると連絡がついたのか？こっちでサイネットだけでも復旧できないかやってみる。ユイトたちは街の怪異をできるだけ排除してくれ。これはいつもの通信じゃなくて俺のテレパシーだ。機材がダウンしてるおかげで一方通行なんだよ。そっちの声は聞こえないから返事はいらないぞ。悪いけど各自頑張って生き残ってくれ。え、おい、渡る！え、ユイトにだけ渡るの通信が届いてるの？あ、いや、そうじゃない。サイネットも通信機材もダウンしてるらしくて、テレパシーで連絡をくれたんだ。なるほど。しばらくは渡るのサポートなしで動くしかないわけだな。ああ、アラハバキがシャットダウンして防衛システムもやられたって。それで街に入り込んだ怪異を討伐してほしいって言われた。あっちはシステムの復旧に集中するって。怪異を討伐って言ってもどこにどれだけ怪異がいるのかわからないよ。そうだな。つぐみ、つぐみが発見した怪異を片っ端から教えてくれ。それを叩いていこう。了解。広範囲は難しいかもしれないけど、やってみる。よし、とにかく周囲の怪異から片付けよう。了解。スオーの街がシステムダウンなんて信じられないな。いつもはビジョンで溢れ返ってるのに。いけぞ。いつもは広告が多すぎだけど。調子で行こう。全くないと落ち着かない。来い。今だ。次は火傷しないでね。セックス。あ、それガンガン行くよ。せいや。いや、やった。成長したかな。ユイト、吹雪連隊長が近くにいる。え、どこだ？虹の方向、こっちに来る。君たちの現在の所属は？瀬戸隊長が戦死したので、現在は。瀬戸が戦死した？待ってくれ。君たちはカレンの指揮下にあるのか？それとも、カレンに召集されなかったのか？吹雪連隊長、自分が状況を説明します。なるほど。では、ここにいる玄馬以外の隊員を、カレンは召集しなかったんだな。あの、何が起きているんですか？町の防衛システムも止まっているみたいだし。詳しい説明は後にさせてくれ。僕もまだ事態を把握しきっていない。はっきりと分かっているのは、カレンが一部の海抜軍を先導してセイランの駐留軍と結託したこと、そしてセイラン駐留軍と共に
周防を襲撃したことだ。え、じゃあ町がこんな状態になったのはカレン連隊長が？ゲンマは知っていた？町に怪異を引き入れるとは思わなかったが、知っていた。でも今ユイトたちと行動を共にしているなら、セーランにはつかないと解釈していいのかな？その通りです。わかった。今は一人でも海抜軍の味方が欲しい。君たちは僕の機関に入ってくれ。現在手分けして住民を避難させているところなんだが、どうにも人手が足りなくてね。もちろん手伝います。カレン連隊長が何を考えているのかわかりませんが、住民まで巻き込むなんて。助かるよ。では君たちの隊の臨時隊長にはユイトを任命する。俺ですか？ああ、協議会議長と一部の議員が逃げ遅れ、地上を歩いてシェルターに向かっているらしい。救出に向かった海抜軍や国防軍の連絡は途絶えたままだ。君たちに様子を見てきてもらいたい。君なら議長や議員も安心するだろう。父が？わかりました。何が起きているのかわからないが、危険なことは間違いない。くれぐれも気をつけて。海抜軍を見かけても味方とは限らないからね。セーラン駐留軍が侵入したという報告はないが、こちらも全ては把握していない。荒はばきのある中央管制室とも連絡が取れないから、無理はしないように。頼んだよ。了解しました。僕は中央管制室に行く。とにかく、町の防衛システムか戦闘管制システムを復旧させないと話にならないからね。よし、海抜軍本部の方へ行ってみよう。あの辺りに議員用のシェルターがあるはずだ。ゲンマもそれでいいよな？ああ、少なくとも周防の町を守るという意思はお前たちと同じだ。この状況が落ち着くまでは決して裏切らないと約束する。うん、信じるよ、ゲンマのこと。周防の町を襲うなんて、カレン連隊長はどういうつもりなんだ？力を貸そう。何か理由があるんだとしても、こんなやり方は間違ってる。よし、お願いユイト。花火よろしく。もう一発。やった。さあ協力してくれ。やそれ。よし、借りるよつぐみ。さあやこいつで。やこの調子で行こう。やっやっ、来い。よし、そりゃやった。ちょっと自信ついてきたかな。やっ来い。この調子で行こう。協力してくれ。危なかったな。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。お返しだ。海抜軍本部に向かわないと。帰るよつぐみ。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。や、俺がやる。決める。よし、いい攻撃だったぞ。海抜軍本部に向かわないと。
帰る。こいつで身を守る。行くぞ。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。この調子で行こう。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。協力してくれ。いけない。けどカイがどこにいるか見たいなら札を使って。花火よろしく。畳みかけるぞ。終わりだ。借りるよつぐみ。来い、貸してくれ。狙えるぞ。やったか。力を貸そう。アナビよろしく。来い。どこだ。私の力使う。つけた。お願いライト。協力してくれ。こいつで。こいつで身を守る。ガンガン行くよ。こい。でっ、悔しい。カエルよつぐみ。怪我人がいる。フォローしないと。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。もう気がしないでね。倒れてるメンバーがいるな。俺がやる。このままじゃ危険だ。動けよ。少し危なかった。まずいな。来い。
外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。こいつで身を守る。そらせい。やっせやっ。花火よろしく。任せろ。やったか。やっそれ。やっ私の力使う。ふっ来い。敵が効いてる。今の場所が弱点か。徒歩で移動なんて危険すぎるよ。もし怪異に襲われたりしたら、俺が行くまで無事でいてくれ。力を貸そう。出会い、あっ、せい、それ、行けるぞ。まだだ。せい、せい、来い。やった。敵の動き、よく見て。そら、よし、倒れたぞ。一気に攻めるんだ。やった。そら、出会う。や、へっ、ふっ、ちょ、それ、や、行くぞ。少しは成長できたかな。へっ、ふっ、へっ、へっ、や、ちょ、行くぞ。それ、この調子で行こう。一旦減らしたよ。貸してくれ。少しは成長できたかな。大丈夫ですか？あ、君はスメラギ議長の。はい、ユイとスメラギです。町の中は怪異があふれて危険です。すぐにシェルターへ避難してください。いや、それより怪抜軍本部へ急いでくれ。議長が怪抜軍らしき奴に襲われているんだ。え、父がですか？私は大丈夫だ。早く議長を。わかりました。ユイト、急ごう。おじさまが心配だよ。ああ。父さんが怪抜軍に襲われてる。どういうことだよ。急がないと。
父さん。カサネ、大丈夫？父さん！どいてくれ！何をするんだ！ユイト、あなたには死んでもらう。はあ？何を言ってるのよ、カサネ！それが、あなたとの約束、覚悟！俺は殺すことが、俺との約束！何言ってんだよ、カサネ！わからなくていいわ。死になさいよ。危なかったな。よし！やっやっやめてカサネ！二人に近づくな、離れる！カサネの攻撃は本気だ。不要に近づけば止めるどころかい。グスグス迷ってる場合じゃないんだ。カサネ、いっ、行け！ユイト！
俺は一体これがプレインフィールドなのか。まだよ、まだやれる。待ってくれ、どういうつもりなんだ。どうして俺を殺そうとするんだ。それに父さんは重ね、重ねが父さんを刺したのか。なんだ。盲目なるニューヒムカの民よ、そして全てから目を背けた愚か者どもよ、私はカレン・トラバーズ。ニューヒムカの管理政治を否定し目覚めた者だ。私と同志たちは志を同じくする青鸞氏と共に歩む決意をした。哀れなニューヒムカの民よ、真実から目を背けるな。この国は狂っている。サイネットを通じ国民を統制し、町、情報、人々を管理している。そこに人の意思も自由もない。全ての人間は国家のため、ニューヒムカのために生かされ利用されている家畜でしかないのだ。体制を揺るがす人間を排除し狂わせ、自らの手駒とし従順な家畜を育てるだけのニューヒムカに義はない。ユイト、カサネたちが。待て、待ってくれ。ユイ、父さん。つぐみ、カサネたちを追うぞ。わかった。父さん。ユイト、すまない。何がだよ。お前に言わなければならないことがたくさん。気をつけろ。この国は、我々はお前を、父さん、おじさま。父さん、嘘だろ。なあ父さん。私のもとへ、青鸞のもとへ集え。
カレン連隊長の演説の動画、今のが最後みたい。政府が遮断し始めてて、動画にアクセスできなくなってる。このこと自体、カレン連隊長の演説が本当のことを言ってるって証明だよね。みんな何かしらの制限は受けてるって分かってたけど、結構ガチで情報制御されてたんだね。ユイト、少し休んだら？その、今は辛いでしょ？ごめん、心配かけて。そんなことない、謝らないで。だって目の前であんなこと、誰だって辛いよ。カサネが父さんを殺した？どうして？いや、本当にそうなのか？それにニューヒムカが統制社会を進めていたなら、その中心にいたのは父さんや兄さんだ。本当にそんなことをしてたのか？だとしたら、なんでそんなことを。俺だけが何も知らされてなかったのか。くそ、もう何もわからないよ。二人とも無事だったか。玄馬、つぐみ、ごめんなさい。カサネたちを見失った。悔しい。カレン連隊長と接触したところは目撃したが、その後でカレン派閥の海抜軍に襲われてな。その隙にカレン連隊長もカサネたちも消えていた。つぐみの目でも追えなかったということは、転送能力者が移動させたんだろう。ワタルとも話してきた。ワタルは無事だったけど、ワタルの妹が。え、何かあったのか？姿を消したって。多分カレン派としてセイランに行ったんだと思う。どうも海抜軍の半数近くはカレン連隊長と共にセイランへ向かったらしい。セイランが独立を宣言するんじゃないかという噂だ。それじゃあカサネたちもセイランに行ったってこと？ああ、そうだろうな。ゲンマはいいの？そうだな。こんな形にならなければ俺もセイランへ行っていただろう。だが今の俺にはカレン連隊長、いや、カレンのやろうとしていることが正しいのかわからなくなった。どういうことだ？だってニューヒムカは確かに国民を監視して。確かにニューヒムカ政府は国民を管理統制して政府の人形のように扱おうとしていたのだろう。だとしても国民を危険にさらすことが正しいとは思えん。カレンは今回の騒動の前にスウォーの住民をシェルターへ避難させたそうだ。しかしそれでも町の中に怪異を引き入れるようなことをしたのはカレンだ。何より瀬戸のことがある。カレンから教えられた瀬戸に関する情報が正しかったのなら、瀬戸は凪を命がけで止めたりはしなかったはずだ。味方を増やすために瀬戸の尊厳を踏みにじったのなら、俺はカレンを許すことはできない。瀬戸を信じなかった自分の愚かさもな。そうだ、瀬戸隊長。それに凪の行方もわからない。ユイト、顔色悪い。ほら、つぐみも心配してるよ。ユイト、お願いだから休んで。あんなことがあった後だ、無理はしない方がいい。うん、みんなありがとう。
あ、ユイト、ごめんなさい。なんでいきなり謝るんだ。この間の白い花のこと調べるって言ったのに、まだ名前分かってないから。いや、全然いいよ。別に急いでるわけじゃないし。っていうか、調べ続けてくれてありがとな。私絶対見つけるから。花の咲いてる姿見せるから待ってて。分かった、待ってるよ。でも無理しないでくれよ。時間のある時でいいからさ。あ、待って。ん？なんだ？その、なんだろう、何か言いたいことがあるみたいだ。プレッシャーかけても悪いし、ちょっと待ってみるか。ユイト、最近胃の調子どう？え、胃の調子？そう言われてみれば、最近ちょっと食欲が落ちてるかな。ちゃんと薬飲んだ方がいいと思う。ありがとう、そうするよ。でもなんで胃の調子が悪いって分かったんだ？私の超能力。あ、そっか、つぐみは透視できるんだもんな。それで俺の内臓まで見えちゃったのか。いつも人の体は見ないようにしてるんだけど、加減が難しくて時々少し見えちゃう。便利な超能力だけど、それはちょっとグロそうだな。大変なんだな、つぐみも。ごめんなさい。体の中、勝手に見ちゃって。いいっていいって、そんなこと。内臓ってなんか裸より恥ずかしくないような感じするし。それに、わざわざ俺のために言ってくれたんだろ。黙ってればバレなかったのに。だからありがとな。でも、やっぱり、良くないことだから。つぐみ、どうしてそんなに自分が悪いって思うんだ？私、昔もこういうことあったの。子供の頃、今より超能力をうまく使えなくて、見ちゃいけないもの、いろいろ見ちゃってた。体の中、部屋の中、人の秘密とか、見られて嫌なものも、いけないことだって、まだ、分かってなくて。それで、友達の隠し事、勝手に見ちゃって。みんなの前で、話しちゃったの。そうしたら、友達も大人の人も私のこと怖がって、遠ざけられて、みんなに嫌われちゃって。これ以上嫌われたくないって思ったら、だんだん人と喋るの怖くなったの。だから私、人の秘密は見たり話したりしちゃダメだってずっと気をつけてた。なのにまた。そんなのひどすぎる。うん、私ひどいことしてた。いや、つぐみのことじゃないよ。だってつぐみはまだ子供で、自分じゃどうにもできなかったんだろ。それなのに大人まで一緒になって仲間外れみたいにするなんて、子供の頃のつぐみがかわいそうだ。あ、でも
辛いことばっかりじゃなかったから。そうなのか？今の話聞いた感じだとめちゃくちゃ辛そうだったぞ。人間の友達はいなくなっちゃったけど、その代わりおじいちゃんが植物のこと教えてくれたの。私のおじいちゃん盆栽が好きで、植物も詳しくて、植物は物言わぬ友なんだって教えてくれた。物言わぬ友。そう、言葉では何も喋らないけど、枝ぶりとか葉っぱのつき方でいろんなことを伝えてくれる。それに人間が寂しい時には何も言わずに一緒にいて寄り添ってくれるんだって。その話聞いて私も植物が好きになったの。そっか、素敵なおじいさんなんだな。いろいろと話してくれてありがとな、つぐみ。ゆいとも聞いてくれてありがとう。体大事にして。ああ、気をつける。物言わぬ友か。つぐみも言葉じゃあんまり喋らないけど、いつも周りのこと気遣ってくれるよな。植物が好きなのは親近感みたいなところもあるのかも。何か困ったことある？今のところは特にないかな。何かあったらいつでも言って。私ユイとの力になる。頼りないかもしれないけど、私先輩だから。あれ？
ゲンマ、どこかに出かけるのか？ああ、墓参りにスメラギ寮へ行ってくる。あそこの合葬墓に知り合いが入ってるんだな。ごたごたしている時にすまない。なるべく早く戻るつもりだ。スメラギ寮か。迷惑じゃなかったら俺も一緒に行っていいかな。ゲンマとどこかに出かけたことってなかったし、俺スメラギ寮の雰囲気好きだし。そうか、俺は別に構わない。では行こうか。ゲンマ、まだ戻ってこないな。ま、お墓参りはゆっくりしたいよな。せっかくだし、待ってる間におみくじ引いてみるか。バッキーちゃんコラボ、まだやってるはずだし。うわ！すまん、待たせたな。どうした？何か問題でもあったのか？それは…おみくじか。おみくじにまだ持ってないバッキーちゃんの悪キーがついてたんだよ。悪キー、つまりキーホルダーか。お前は本当にそのバッキーちゃんとやらが好きらしいな。だってほら、めっちゃくちゃ可愛いだろ。この丸くてもちっとしたフォルムと癒し系の表情。そういうものか。あ、いや、すまん、俺には若者の感覚がよくわからないんだな。それは流行っているのか？ああ、大人気だよ。雑誌でもよく特集組まれてるし、スメラギ寮のおみくじともコラボするぐらいだしね。気になるならゲンマも引いてみるか？いや、俺はいい。もう十分長居してしまった。久しぶりの墓参りで報告することが多くてな。合葬墓に行くって言ってたよな。誰のお参りだったのか聞いてもいいか？俺の両親と友人たちだ。家の墓はもともと別にあったんだが、数年前に墓じまいして合葬墓に入れてもらった。墓じまい？俺には兄弟も子供もいない。ギャリソン家が俺の代で終わる以上、個別の墓はいらないということだ。でも将来子供を作る可能性はあるんじゃないか？海抜群を退役してから結婚する人も多いって聞いたけど。要領のいい奴らはそうするんだろうが、俺は戦い以外のことは何も知らずに生きてきたからな。それに退役する以前に戦死する可能性もある。ここに眠っている友人たちのように。まだゲンマは退役してないだろ。なのにもう人生の終わりのことを考えるのか？俺の実年齢はもう50過ぎだ。海抜群なら人生の幕引きに思いを巡らせるのは普通だと思うがな。そういうものなのかな。俺は50過ぎってまだそんなことを考える年齢じゃないと思ってたけど。それにもしかしたら今から大恋愛するかもしれないし、この先何が起きるかなんて誰にもわからないよ。大恋愛か。いや、さすがにそれはないと思うがな。まあ可能性が全くゼロだと言い切るつもりはないが。そう、可能性はまだあるよ。いつもやらないこととかをあえて体験してみたら何か起きるかもしれない。老け込んでる場合じゃないって思うようになるかもしれないよ。老け込んでいる。ごめん。いや、まあ実際老けているのは事実だ。それだよ。それが良くない。良くないっていうか、もっと前向きに行こうよ。ゴーホーチルドレンだろ俺たち。もっと子供っぽさを取り入れようよ。子供っぽさ？例えばなんだ。まさか缶蹴りや駒回しじゃないだろうな。いや、それは古代の子供になっちゃうけど、あえて今の流行りを追いかけてみたらどうかな。
新しい流行か。いや、やはり俺には。そういえばこの前バッキーちゃん特集が載ってた雑誌に流行りの店とか食べ物の情報もあったな。俺も少し興味あるし、今度一緒に行かないか？正直なところ気は進まないんだがな。お前なりに俺のことを考えてくれているのは分かった。そうだな、一度ぐらい付き合ってみるとしよう。やった。それじゃ俺もっとよく調べておくよ。ありがとう、ゲンマ。いや、それはこちらの言葉だ。よろしく頼む。感謝する。ユイト、来てくれたのね。元気そうで何よりだわ。あ、はい。そちらも元気そうで、よかったです。もっと普通に話してちょうだい。上司と部下の関係というわけではないんだもの。それもそう、かな。じゃあ遠慮なく。話したいことって何かな？実はね、現場の様子を聞かせてほしいの。強化隊の一員として一緒に戦っていた仲間だから、今は別々の立場で戦っているけれど、そちらでちゃんと元気にしているか、つい気になってしまって。現場なら元気そうだよ。でもそう言われるとたまに疲れてそうな時もあったかな。やっぱり心配だわ。あの子は真面目すぎてちょっと不器用なところがあるから。仕事ばかりじゃなく何か趣味を作ったりして気晴らしができるといいのかしらね。強化って本当に仲間のことを思いやってるんだな。ちょっと玄馬が羨ましいよ。俺にもそんな風に親身になって世話を焼いてくれる人がいたら心強いだろうなって。まあそんな風に言われるとなんだか照れちゃうわね。ユイトには私みたいなおせっかいさんはいなかったの？親父も兄貴も仕事が忙しかったからな。お手伝いさんとかもよくはしてくれたけど、強化みたいに優しく見守っててくれるような人はお袋が死んでからはいなかったかな。私だってそんな立派なものじゃないわよ。海抜軍として一緒に戦った仲間は私にとって家族同然ってだけ。みんながちゃんと元気でいるか離れていてもつい気になってしまうのよね。それに私が気にかけているのは玄馬だけじゃないわ。
あなたのことだっていつも心配しているのよ。え？俺も？そうだわ。せっかくだからあなたのことも聞かせてもらいましょうか。病気なんかしてない？うん、まあいろいろと忙しかったりはするけど、今のところは元気かな。本当？忙しくても食事は3食ちゃんと食べるのよ。風邪をひかないように夜はあったかくして寝なさいね。あ、そうだわ、最近手に入れたいいお守りがあるのよ。どこにあったかしら。いや、いいって。そこまで心配しなくても、俺は十分元気だから。なんか恥ずかしいな、こういうの。母親に世話焼かれるのって、こんな感じなのかな。あら、そう？残念ね。まあいいわ。また今度ゆっくりお話ししましょうね。ああ、それじゃあまた。でも、なんで強化は俺のことまでこんなに気遣ってくれるんだろう。強化隊にいたわけでもないし、今までそんなに接点もなかったような気がするけど。遅いぞ。僕は待たせるなと言ったはずだ。どうせどれだけ早く来ても文句言うんだろう。それで話って何なんだ。探しているものがある。お前、瀬戸さんから何か荷物を預かったりしていないか。瀬戸隊長の荷物？いや、俺は何も預かってないけど。ちっ、そうか。以前瀬戸さんが僕に渡したいものがあると言っていたんだ。結局その約束は果たされなかったが、もし瀬戸さんがどこかにそれを用意していたなら受け取りたいんだ。なるほど。つまり瀬戸隊長の形見ってことか。そういうことだ。預かっていないなら瀬戸さんが荷物を置いておくような場所に心当たりはないか。瀬戸隊長が何か置いとく場所っていうと、アジトかな。記憶にある限りそれらしいものは見てないけど。見たのに忘れているんじゃないのか。そんなこと言われてもな、こっちはそもそも具体的にどんなものかも知らないんだぞ。きっと何かの包みか箱みたいなものだと思う。とにかくもう一度アジトの中をよく見てみろ。待てよ、もしかして俺に探せって言ってるのか。こっちだってそこまで暇じゃないぞ。僕だって暇じゃない。お前の念力を使えば探し物も効率がいいだろう。単なる適材適所だ。なんか偉そうだな。頼む側なんだからもう少し謙虚な態度でもいいだろうに。でも、もし本当に市電宛ての贈り物があるなら、本人に渡してあげた方が瀬戸隊長も喜ぶかな。仕方ないな。わかった、俺が探してみる。でも何も見つからなくても拗ねるなよ。な、子供じゃあるまいし拗ねたりするか。いいから早く行ってこい。戻ったということは何か見つかったのか。ああ、アジトの隅で市電宛に名前が書かれたケースを見つけた。
目的のものかどうかはわからないけど。見せろ。これは戦闘用のマスクか。瀬戸さんが僕にこれを。やっぱり瀬戸隊長の贈り物だったんだな。一緒に入ってるのってメッセージカードかな。ああ、そうみたいだな。シデンへ。俺の正体に入れてやれなくてすまなかったな。代わりと言ってはなんだが、俺からのプレゼントだ。このマスクには特殊な電極が埋め込まれていて、放電の指向性がコントロールしやすくなる。俺のと同じタイプだが、お前用に調整した特殊品だ。よければ使ってくれ。シデン、お前は俺が見てきた海抜群の隊員の中でも一番の努力家だ。きっとまだまだ強くなれる。だから自分の力をちゃんと信じてやれ。お前なら俺を追い越してもっと先にだっていけるだろう。だが俺もまだまだ負けるつもりはないぞ。お互い切磋琢磨して頑張ろうな。瀬戸さん、そんなに僕に期待してくれてたなんて。くそ、僕はもっと瀬戸さんに教わりたいことがあったのに。シデン、瀬戸隊長と仲良かったんだな。海抜群でこんなに僕の力を認めてくれていたのはあの人だけだ。僕にとっては特別な先輩だった。俺は短い間しか一緒に戦えなかったけど、瀬戸隊長がすごい人だったことはわかるよ。冷静で頼りがいがあって、誰にでも優しくて、俺もいつかあんな風になれたらなって思う。お前が瀬戸さんみたいにだと。気安くそんなことを言うな。お前程度のやつが瀬戸さんのようになれるなら僕がとっくになってるさ。そんな言い方はないだろ。そりゃ高い目標なのは分かってるけど、俺だって頑張れば。お坊ちゃまには分からないだろうが、世の中は頑張ってどうにかなることばかりじゃないんだ。自分が瀬戸さんの域に達するなんて身の程知らずなことを軽々しく口にするな。分かったよ、もう何も言わない。用事が済んだんなら俺は帰るからな。おい待て。なんだよ。まだマスクを見つけてくれた礼を言ってなかっただろう。よくやった。今のがお礼のつもりかよ。瀬戸隊長のためだったからな。また何かあったら声をかけてくれ。ふん、気が向いたらな。偉そうで口が悪くて人当たりは最悪だけど、根っから悪いやつではないんだよな。多分俺も瀬戸隊長ぐらい広い心を持てれば、あいつの見え方も変わってくるのか。